どうも、マサルです。いきなりね、テンションが高くて申し訳ないんですけど、久しぶりに出会った、ヘビのロードキル個体。やばい、ヘビいる。やばい。これハムじゃない?ねえ。ハムじゃない、これヤマカガシや。しかも状態いいぞ。死んだばっかじゃない?まだ虫もたかってない。待って。こんなついてることある?え?死んでるな。うわー。え、なんで死んでるんだろう?あ、ここ引かれてるわ。嬉しい。沖縄まで来た甲斐があった。持って帰ろう、これは。あ、まだちょっと動いてる。冷凍して、島に持って帰って食べます。山かがし。嬉しい。もうね、今、時刻1時なんですよ。カメラマンももう死にそうな顔してるんですけど、めっちゃ嬉しいな、これ。なあ。ああ。え?嬉しいですか?めちゃめちゃ嬉しい。これは、嬉しい。しかも結構でかい。やばいな、これ超ついてる。今年一嬉しいかも。ヤマカガシが普段人が食べないものの中で一番美味しいと思ってるヘビなんで、また出会えるとはな。マジでついてる。しかもめちゃくちゃ状態いい。絶対死んだばっかり。じゃあラッキーボーイ帰ります。はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤股っていう食材ですね。ということでですね、冒頭ではですね、うわ、ヤマカガシだとか言ってね、はしゃいでたんですけども、赤股でした。全然違う種類でしたね。ヤマカガシはめちゃめちゃ強い毒を持ってるヘビなんですけども、赤股は無毒です。まあ、そこはもう正直どっちでもいい。運転してる時に、まだ食べられるヘビが道に落ちてる。それに出会えた。もう今回奇跡、ラッキーボーイです。はい。今年の運を使い切ったかもしれないと言っても過言ではない。もうめちゃめちゃね、テンション上がってるんですけども。ちなみに僕ね、赤股初めて食べます。めちゃめちゃ楽しみですね。はい、ということで早速観察していきましょう。はい、こちらがね、赤股ですね。まあ、今まで食べてきたヘビとは違って、もう牙にね、毒がないんで、おそらくパワーだけで獲物を取ってるんでしょうね。普段食べてるわけではないけど、今まで食べたヘビよりは若干ね、筋肉質な感じがします。で、赤股っていう名前なんですけど、そこまでは赤くないですよね。これは個体差らしいです。灰色っぽい赤股もいるし、白っぽい赤股もいるらしい。で、ちゃんと赤っぽい赤股もいるんです。で、今回ね、このサイズはちょっとちっちゃめらしくて、大きいやつだと、どうやら2メーターになるらしいです。そんなやつに出会ってみたいよね。で、今日はですね、この赤股を使いまして、2品作っていこうかなと思っております。で、まず1品目、唐揚げ。そして2品目、鍋にしていきましょう。前ね、ヘビの鍋をね、お店で食べたんですけども、ヘビってね、めっちゃ出汁出るんよ。赤股も出汁が出るんじゃないかと言ったところで、今日は鍋にしていきます。ということで、早速、さばいていきましょう。はい、それではまずは頭を落としていきます。いや、でもね、本当にね、この動画に関してはずっと飯テロになると思う。本当に申し訳ない。ちょっと長いな、意外と1メーターぐらいあんな。で、ヘビはですね、お腹が長いんですよ。まあ、魚って普通ね、お腹ちょっとしかないんですけども、内臓がここ肛門の場所まで入ってます。ここまで入ってるんで、ここら辺から包丁入れて、頭の先っぽまで包丁入れていきます。あんまりね、アップにするとね、YouTube から怒られちゃうんでできないんですけど、お腹の方、これ内臓脂肪です。めちゃめちゃ内臓脂肪乗ってる。すげえいい個体なんじゃない?ほんで、皮を剥がしていきます。ヘビは魚と違って、鱗と皮が一体化してるんで、もうこのまま剥いでいきます。で、内臓も取っていきましょう。オッケー。じゃあね、丁寧に洗い流していきます。はい、こんな感じでね、身と皮になりました。にしてもね、ヘビはやっぱり捌くのが楽なんでいいですよね。こちらがヘビの腸なんですけども、ヘビの腸、かなりね、内臓脂肪乗ってますね。で、魚はですね、内臓に脂肪が乗ってると、身にもね、脂が乗ってることが多いんで、これが一つね、美味しいサインだったりします。ヘビはどうなんでしょう?んでね、これが赤股の皮ですね。めちゃめちゃかっこよくない?これ。ベルトにしたいんだけど。で、血が回ってるって言ってたんですけど、本来、蛇の身ってね、白いんですけど、これね、蛇の身が真っ赤になってるの分かりますか?こっち側がね、元の色、白い色なんですけど、多分車で引かれて死んだと思うんですけど、引かれた部分がね、真っ赤になってるんですよ。これが味にどう影響してくるかといった感じになりますね。ちょっと不安です。それはさておき、ぶつ切りにしていきましょう。結構硬い、骨が。硬えなぁ。やば、めっちゃ美味しそうなんだけど。どうしよう。危うく刺身で食べそうになってる。
や、もうさばき終わってしまいましたよ、皆さん。インスタントラーメンぐらい調理過程少ないな。で、まずね、鍋から作っていくんですけども、思いのが早くさばき終わってしまったんで、一手間加えましょう。ヘビの出汁を取ったスープで、カンパチのしゃぶしゃぶを作っていきましょう。一週間前ぐらいに僕がね、ジギングで釣ったカンパチがあるんですよ。そのカンパチも入れていきましょう。カンパチとヘビの共演、これはもう感動ものですよ。じゃあまずヘビで出汁を取っていきましょう。これは贅沢よ。飯ってろやな。 OK セット。で、今日は紹興酒で臭み取りをしていきましょう。紹興酒。それではね、出汁を引いてる間にカンパチの薄造りを作っていきます。魚の脂って空気に触れるとすぐにね、劣化しちゃうんで、こうやって皮とこっちの背骨がついた状態、なるべく劣化しないように保存してます。で、一応熟成期間長いんで洗っていきましょう。じゃあ、さばいていきましょう。で、YouTube なんでね、一応、より正確な情報を言いますと、これ、カンパチじゃなくて、ヒレナガカンパチっていう種類なんですね。まあ、見た目はほとんど変わらないし、味もほとんど変わらないんですけど、一応種類が違います。じゃあ、反対側。まあ、5枚おろしの要領ですよね。よし。OK。で、一応、こっちの面も空気に触れてたんで、ちょっと衛生面上良くないんで、こうやってカットしていきます。もうちょっとこれはね、もったいないんですけど、仕方ないです。ほら、こっち空気触れた面はちょっと黒っぽくなってるんですけど、空気触れてない面はちゃんとね、まだ色が綺麗なんですよ。で、この面もね、空気に触れたんで、もったいないですけど、これ切ります。やっぱね、人よりね、食中毒に当たってる回数が多いんで、食中毒に当たらないようにね、考えるようになるわけですよ。で、本当はね、この背骨もね、出汁に使いたいところなんですけど、ヘビの味じゃなくなっちゃうのやめときましょう。じゃあ皮を引いていきます。よし、オッケー。このカンパチね、めちゃめちゃ状態いいんですよ。猫の脂、アクが出てきたんで取っていきましょう。めちゃくちゃいい匂いする。どうしよう、やばい。じゃあカンパチを引いていきましょう。でかいな。カンパチのギガ盛りできました。で、ラスト唐揚げを作っていきましょう。もういつもの通り素材の味を味わうために塩と胡椒のみで味付けしていきます。で、片栗粉です。いい感じですね。じゃあ唐揚げしていきましょう。じゃか、前回の動画で使った油もったいないんで2回目使っていきます。はい、それでは入れていきましょう。久しぶりにヘビ食えるわ。1ヶ月ぶりぐらいかな。よし、いいかな。うわ、なんか山椒とかかけたかったな。ヘビやから、ヘビやからっていうのもおかしいけど。はい、それでは完成しました。いただいていきましょう。まずはヘビからね、いただきましょう。あ、めっちゃ美味しそう。これいただきます。あっつ。まあ、知ってたんですけど、まあ、今回出汁として利用したんで、全部旨味が抜けて、ただのパッサパサの硬いものを食べてるような感じです。でもね、ヘビを食ってるっていう事実がいい。めちゃめちゃいい。あ、ポン酢つけたら全然いけるわ。なんか味としてはパサパサの豚肉みたいな感じ。俺は嫌いじゃない。味がないっていうことは、まあイコールさっぱりしてるってことですからね。ポン酢と相性がいいですよ。これなんぼでも食えるわ。じゃあ皆さん、いきます。尻尾、尻尾食べましょう。いただきます。尻尾は皮ごといきましょう。骨硬っ。で、皮はプルプルの食感なんですけど、やっぱり鱗があるんで、口の中に鱗がへばりついてきますね。面白い食感ですよ。うわ、はい、ちょっとね、今ブレーカーが落ちてお騒がせしたんですけども、じゃあスープをいただいていきます。絶対美味しい。お、めちゃめちゃ上品な香りですね。全然出汁出てないな。いや、全然ではないか。ほんのりと出汁が出てるんですけど、さすがに何にも味付けしてないから、やっぱ味は薄いな。まあいいでしょう。カンパチのしゃぶしゃぶをして、ようやくここで完成しますからね。
行きましょう。じゃあいただきます。やっぱうまいわ。あの、初めてね、今回ね、ヘビをだしとして使ってみて思ったんですけど、そこまで旨味が強いってわけではない。野菜とか、あの、染み込むものに染み込まして、ようやくちょうどいいぐらいかもね。ちょっと味薄いわ。じゃあ、唐揚げいきます。これ大本命です。はい、うまい。うまい。これは止まらんわ。おい、みんなこれバチクソうまいぞ。鶏肉に近い味。違う、鶏肉の味超えてます。鶏肉より全然うまい。めちゃめちゃ味の濃い鶏肉って感じ。ただただうまい。1万円のステーキと赤股の唐揚げ、どっちかしか食べちゃいけないんだけど、どっち食べるって聞かれたらこれ選ぶレベルだね。うまいわ。これカメラマンにも食わせよう。これ食ってみ。これ飛ぶぞ。うまくない？お、うまい。うまいやろ。これはうまい。びっくりしたんやけど、今までいろんな変なもん食ってきたけど、一番うまいかも。鶏肉より全然うまいっすね。で、鶏肉よりうまいよね。うまいっすね。あ、みんなこれ、ほんとに今日は飯テロ会。ごめんなさい、ただただうまいだけ。はい、それではごちそうさまでした。いやー、もう今回はですね、ただただマサルがね、美味しい食事を食べてるだけの動画になったんですけども、いやー、うまいね、ヘビ。めちゃめちゃいいわ。赤股びっくりするぐらいうまいな。うわー、これはもう、どうしよう。鶏肉に戻れんくなるかもしれん。皆さんもね、ぜひ、道路にね、赤股が落ちてたら、拾って食べてみてくださいと言いたいところであるんですけども、感染症とかね、非常に危険な要素が多いんでね、皆さんね、真似せずに拾ったら、手袋つけて、冷凍して、僕の家に送りつけるようにしてください。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。